い、おはようございます。今ねこれ東北道走ってます。見てください。ちょっと今100キロね、浦和の料金所から101キロですか、走りました。この先宇都宮を出ます。今日はちょっとね夕方から用事が入ってるもんで、余裕持って、帰りたいと思うので、サクッとね、走ってこようと思って出てきました。でこれね、東北自動車道で100キロっていうと、このいわゆる今出ますけど宇都宮なんですよ。で関越で100キロっていうとね、渋川、伊香保渋川なんですよね。でただうちの、川口市から考えると東北道の方がスッと乗れるんですよ。関越乗るには外環走ったりとかねしなきゃいけないんで、とね同じ100キロでもね、この宇都宮の100キロの方がね、すごくイメージ的にはね近い感じがするわけよ。そんな変わんないんだけど、で時間としても30分は違わないんですよ、宇都宮まで来るのと渋川行くのとね、自宅から30分は変わんないと思うんだけど、なんかねこっちの方が近い気がするなんですよ。で今日みたいにだからもうお尻が決まってて、もう時間余裕持って家に帰んなきゃいけないっていう時は関越使うとね、なかなかちょっとこう帰り読めない部分がありまして、今日もね、本当ね、この高速、実は高速乗るまでどこ行くかもう迷いに迷って、俺日光道入るんだよな、迷いに守ってさ、迷ってさどっち行こうか、関越行こうか、東北行こうか、どこ行こうかで、いろいろ本当はね一番行きたかったのはあそこ行きたかったんですよ。みなかみのね、商用橋、商用橋って読むのかな、違うんだよ、あれ読み方違うんだよな、紅葉の綺麗なとこね、で湯煙街道だっけ、みなかみ行こうと思ってたんですけど、時間的にちょっとね間に合わないと困っちゃうんで、用事がね。それでじゃあ、であとはね、今日はね快晴の場所どこかって探したらね、群馬だったんですよ。みなかみとかあっちの方が快晴で、で日光方面はね、結構雨、昼過ぎから一応雷雨っていうなってて、どうしようかなと思ってね。で間を通って赤城山っていう案もあって、で高速乗る前までは赤城山に行くつもりで高速乗ったんですけど、さっきちょっとね朝飯食いながら休憩しながらちょっといろいろ見てたらね、こっちも雨昼までに降りてきちゃえば大丈夫なんじゃねえかっていうんで、で一応今向かってんのはこれ多分今市で降りるんだと思うんだけど、竜王橋をちょっとね目的地にして今走ってます。はい、じゃあまた近くなったら、動画回します。それでは後ほど。はい、今市を降りました。今市インターを出ました。はい、これでねちょっとねどうしようかなと思って、もう2週間前かあれ2週間ぐらい前だよね、霧降り高原行ったじゃないですか。だからまた霧降り上がるのもねえつまんないんで、つまんないっていうか、ちょっと鬼怒川を抜けてね竜王橋の方に行ってみようかと思います。やっぱりねこっちの方来るとやっぱりいつも霧降り高原走っちゃうので、違う道でたまには行ってみようかな。でもあんまりどうなんだろう、楽しい道じゃないのかな、わかんないけど、ちょっと Google 先生の言う通りに行ってみようと思います。はい、香味噌のたまり漬けね、ロバタ漬け、全然日光のこの市街地は全くいつも素通りですね、バイクで来るとね。たまには車で来てね、湯葉御膳とかさ、日光湯葉のさ、こう懐石料理みたいなもの、ね、お昼結構出してるとこあるじゃないですか。
食べに行きたいと思うんだけど、バイクの時にちょっとイメージなんかね、懐石料理食うっていう感じじゃないしね。そうなんですよ。なかなかね、この日光市街地とかさ、東照宮とかって一発通りなんだよな、いつもな。鬼怒川温泉だね。鬼怒川温泉。ああ、この辺温泉街なんだね。鬼怒川。鬼怒川って来たことあったかな。なんか1回や2回は温泉来てるような気がするんだけど、泊まりで。全然記憶ないな。でも来てるはずだよね、多分。琵琶湖ね、歩くんだよね。歩くのやだな。まあいいや、とりあえず琵琶湖行きましょう。ラフティング、あ、ラフティングもあるのか。そうか、鬼怒川ね。これ足つきが悪いよ、こういうところはね。急に下がってるな。竜王峡、うん、去年ね、秋に紅葉の時に1回ね来たんですけど、ここかえ、ここだっけ。竜王峡駐車場、ここか。あれ、そっちか。ああ、そっかそっかそっか。おー、なんだ、思いっきり閑散としちゃってるから一瞬分かんなかったわ。目的地に到着しました。これ右下がりだな。どうしようかな、そっち止めようかな。唐突に着いたね。よいしょ。朝早すぎんだよ、まだ店も開いてねえよ。まあ、とりあえずちょっと見てくるか。よいしょ。はい、これ見えるかな。あのね、竜王峡の今、滝の方へ下ってるんですけど、これね、行きはよいよいなんだよな。結構帰り、このね、上りがね、結構辛いんだよね。もう降りるだけでも今膝がガクガクきてんだけど、もうこの辺で、あ、もうこの辺でもやめにしたい。下まで行くと辛い。どうしよう。だってここまだ半分も降りてないんだよ、上から。こんなだもんな。どうすっかな。下まで行くか、あそこまで。はい、降りてきましたよ、下まで。もうね、膝がガクガクっすよ。もうね、膝、両膝痛いっす。両膝痛い。これね、これまた登んなきゃいけないんだよね。いや、でもね、誰もいないっすよ、ここね。やっぱり今、時間が8時半。やっぱりね、朝早く来るとね、まあ独り占めです。はい、はい、やばいです、この景色は。これはすごいわ。しかも誰もいません。もう独り占め。いやー、すごいね、竜王峡。今ね、8時半ですけど、朝早くはいいですね、誰もいないっすよ。はい、というわけでこっからまた登ります。はい、ですね、見てきましたよ、竜王峡ね。時間が早いんでね、今
今ちょうど9時になるところですけど、誰もいないんですよ。一っ子一人。なかなかね、なかなか誰もいない状態は見事でした。ゆっくりね、ゆっくり渓谷を見れた。はい。ちょっと降りるの大変、降りるのはっていうかね、登るのが大変なんですよ。はい。そんなことで、竜王峡ですね。はい、竜王峡で、これからですね、もみじライン、日円もみじラインをね、ちょっと走ろうかなと思いますので、そちらの方へ、向かいたいと思います。はい、左方向、よいしょ。え、左まっすぐじゃねえの？ちょっと待って、ですね、ちょっと待ってくださいよ。これは、塩原、ちょっと待って、川地温泉、これまっすぐじゃダメなんじゃないの？はい、まっすぐでしたね。間違えた間違えた、よかった、気がついて確かもみじライン直進だと思ったのに、なんか左曲がれっていうから、Google 先生は2つ、ルートを見つけた時に早い方を言うじゃないですか。で、早い方を言って、いやいやこっちじゃなくてこっち行くんだよって、そのちょっと時間がかかる方ね、もみじラインの方にピッてやったんですけど、動き出すとね、またその早い方へ勝手になっちゃうんだね。なっちゃう時がある。よくやられるパターンですね、これね。はい、というわけで、よかった、無事もみじラインに入れました。まあね、あっちで、121号かなで行った方が、時間的には早いんですけどね、もちろんもちろんそうなんですけど、でもね、5分ぐらいかな、 Google 先生の、時間のね、あれで言うとね、違いは5分ぐらい向こうのが早いみたいな感じですわ。今のヘアピンすげえな。というわけで、もみじライン、去年の秋ちょうどね、紅葉でいい時に走ったんですけども、今日はまたこれ緑でね、全然雰囲気が違いますね。結構なこれね、俺どうしてもね、クイックシフターを忘れるんですよ。今みたいにクイックシフターを落とせばいいのにさ、どうもクラッチに行っちゃうんだよな。なかなか癖にならない。シフトアップはなんかね、衝撃が強くてあんまり使いたくないんですよ。ちょうどいい回転数があるらしいんですけど、あれ、これどうなってるの、あ、こうか、あるらしいんだけど、ちょっとよくわかんないんだよな。なのでシフトアップは、クイックシフターはほぼ使ってません。今こう左コーナーのね、ちょっと自分自身の修正ですか、変な癖を取るための修正を意識しながら走ってるんだけど、ちょっと自分の覚え書きとしてこれ今喋りますけど、これ今右コーナー自分は手に全く力が入ってないんですよ。で、この進入するこの、そのなんていうの、コーナーの角度によっては、もっと深くとかっていうのは手じゃなくて、この膝っていうのかな、ニーグリップっていうのかな、で、このバイクの倒し込みの体重移動っていうのか、体重移動でね、こうもっと深くとか、こういう風にね、今深く入れるっていうのも体重移動でやってるんですよ、無意識なんですけど。ところがね、左はね、それができてないんですよ。だから、ハンドルでね、もっと倒そうとか、なんかこうこねくり回しちゃうっていうんですかね、膝でこう体重、体の体重移動でもっとこう、もっとこう倒そうとかっていうことが、今まで左はなぜかできてなかったんですよね。で、それをね、今その意識して、手に力を入れないように、この左コーナーを右コーナーと同じようにね、体重移動だけでその
R の角度をこう調整しながら曲がるっていうのをね、ちょっと自分の中で意識的にこう練習してるんですよ。だからね、こういうくねくねを走りたいんです。ただ奥武蔵とかあの辺だとちょっと R がちっちゃすぎて、あんまり練習にならないというか、この大型バイクで走るにはですね、セローなんかはいいんですけど、である程度こうちょっと道幅の広いね、こういうところじゃないと、この左のこの自分の中の癖を修正する練習ができないので、まあわざわざ100キロも高速走って今日も来たんですけど、本当ね、近くにこういう道があればね、全然毎週でも来れるんですけどね、さすがにね、高速100キロ走るところに毎週来るってわけにもいかないんで、天気のいい日を見計らって今日もだから、まあ赤城に行くかここに来るか悩んでたんですけどね。で、右はいいんですよ。で、これを右と同じことを左でやろうとすると、今まで手に力入ってたのを手に力を入れないようにこの倒し込みでこう曲がるっていうのをね、そうなかなかこれがね、やっぱりね、分かっててやってるんですけど、まだまだね、こうぎこちないんですよね。ぎこちないからこの安定感がないんですよ。右みたいに、右はすごく安定してトラクションがかかってるのがね、前後のタイヤにトラクションかかってるのが自分でも感じられるんですけど、左はね、まあまあいいかなそんな大したコーナーじゃなかったんで、左はね、なかなかね、それが同じようにできないっていうね。まだまだですね。これはどのぐらいやれば同じようにできるようになるんだろうか。ならねえのかな、やっぱり同じようにはね。こうでしょ、ここでもっともっと、そうで、起こしてもっと倒してみたいなことを膝でやりたいんですよ。膝っていうか体重移動ね、膝じゃないね、体重移動ですか。右はね、難なくできるんだよね。なんでだろうね、何がちょっとまだ違うんだな、何かが違うんだな、ちょっとだけ。同じようにやってるつもりが、ちょっとだけ何か、なんだろう。右はね、こうした時にね、俺ね、バイクに結構ぶる下がる感じ、右側に。体重をグッて こっちへ寄せる感じっていうんですか。それが自然と、最初からそれはできるんですけど、右がね、それができないんですよ。多分、こういうことなのかな。なんだろうね、違う、ちょっと違うんだよなちょっとだけ違うんだよ。本当の多分重心、おいお前飛び出してくる勢いだったぞ今こっちへ。はい、もみじライン終わりました。はい、あ、信号変わった。まあ今日のちょっとコーナー練習終わりって感じで、まあね、そうね、いやー、なかなかね、こう注意してくれなかなかね、なかなか思う通りにはいかないもんですね。これなんだ、どっちだ、ああいうのまっすぐでいいのか。はい、でね、ここ塩原温泉、この辺、ほら例の、なんだっけ、ソース焼きそばじゃなくてスープ焼きそばかの、いい店があるんですよ。あるんですけど、まだやってないと思うんですよ。原産靴のこの今ゴール地点にしてるのかな、してるんだけど多分開いてないんですよ。スープ焼きそばね、なんかお客さんに聞いたんだけど、うちのおすすめのお店っつって、これこっち曲がるとかどっかその辺だよ。目的地は右側です。お疲れ様でした。どの辺だ、なんかその辺なんだよでもやってないんだよ
ていうわけでね、じゃあもう帰ろうかな。じゃあそういうわけで、はいって感じで、帰りたいと思います。どっかね、途中で美味しいお蕎麦屋さんがあったらちょっとお蕎麦食べて帰ろうかなと思います。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。